橋の本州側、左手には東経135度日本標準値を刻む四五線の上に朝日入ってきたような気がする。電波学館があり、またこっちの方、左端の方、緑色になってきてる。その麓には神戸の街並みが続いております。色が戻った。国際貿易港として発展した神戸港の沖にはレインボーになってるやん。平成18年に開港した神戸空港があり、色がちょっと変わってるやん。神戸空港に発着する航空機は明石海峡上空が通過空域となっております。なんか喋らな、ほらそんな感じせえへん。虹色だよ、ほら。